はベネズエラポルトゥゲササ州アアカカリグア出身のサッカー選手ポジションは FW。2010年にカラカス FC に入団し、2013年に B チームでプロデビュー。翌年トップチームに昇格し、2014年2月25日のデポルティーボラグアイラセンデプリメーラディビション初ゴールを記録した。同年8月より、 ポルトゥゲーサー FC へのローン移籍を経て2015年7月22日にスペインの UD ラスパルマスへのローン移籍で合意。カンテラに配属され2016年4月にディビシオネスレヒオナレスに所属する C チームでデビューを果たしデビュー戦となった CD ベセリ戦でハットトリックを記録した。翌2016から17シーズンはテルセーラディビシオンに所属する。 B チームに所属し、16試合に出場し7ゴールを記録。2017から18シーズンは、モレイレンセ FC でプレーすることが決まった。2012年から、ユース世代のベネズエラ代表に招集され、2017、FIFAU-20 ワールドカップのグループリーグの対、ドイツ戦では先制ゴールを決めた。ありがとうございます。